安ニュイな感じ。いや、サンデーはみんなのアイドルですから。キッズレッ。はあ、だるい、マジで。大丈夫大丈夫、3秒ルール。こっくりさん、堂々と寝ないだけでも偉いよね、私って。朝にお風呂入るなんてあんまりしないんだけど、今朝はした。うん、脳がもろもろになってる感じ。もろもろって崩れるの知ってる？鍋に水を張ります。豆腐を入れます。トンテンカンと鍋をトンカチで叩くと豆腐がもろもろ崩れるんだよ。キッズレッ。ご飯でも食べる？うん、バイバイ。あれ、キョウスケ？お兄ちゃん、どうかした？今頃気持ち悪くなってきたの？うん、
1時間休ませてもらったら普通になったから。今日はやっぱりトモくんのお墓参り行くの？じゃあお昼ご飯は。わかった。商店街の近くだけど。図書館なんかに行くの？珍しいわね。けど戻ってから？土曜日は確か早くに終わっちゃうはずだけど。やってることはやってると思うけど、休館日は月曜のはずだし。もうやめる。確認だけど、お兄ちゃんもそれを望んでいたんでしょ？お兄ちゃんの言う人殺し、それから逃げ出さないってこと。少なくとも逃げる先は私じゃない。そう考えていいの？
そう。やっぱりお兄ちゃんに特別な人ができたのは本当みたいだから。だからもうやめるの。続けているうち、私のこと女として愛してくれるようになるんだって思い込もうとしていた。私が言ってるんだから間違いないの。本当言うと分かっていたことだから。けれど諦めきれなかっただけで、どうしても諦められなくて。私本当にそういう人間だから、バカみたいに諦め悪くて、普通の兄弟であることを捨てても放棄できなかった。そうなる。寂しいね。じゃあ戻る。少し引きずりそうだけど、その間に心変わりを待つくらい私は未練がましいから。珍しいね。今日久しぶりに曇ったから。この夏はずっと天気お天気だったのに。天気お天気？だからいいお天気だったってこと。でも私は曇ってる方がいいですね。ちょっとは涼しいですし。そうだね。この学校そのうち通うのかなって。ここ受験して受かったらだけど。ああ、そうでもない。
ないと思うよ。割とすぐじゃないかな。転んでるみたいに見える。でも笑ってるよね。はあ、ドキドキしちゃった。どっかすりむかなかった？平気平気、テクあるし。教えてよ。まあ度胸ってやつ。それテクちゃう。疲れちゃってるね。ちょっと怖いかなって。風が気持ちいいね。草の汁かな。手が緑色になってる。どれ？ねえ、お兄ちゃん。一緒に滑ってくれないかな。それだったら怖くないと思う。Ha ha!